こんにちは、ローファイクラブのリーです。よろしくお願いします。ですね、来週ね、10月20日にライブをするので、今日はその告知をちょっとだけしたいと思います。来週のね、日曜日、10月20日ですね、にね、企画をやるんだけども、本当はね、この企画、僕と僕の後輩とでね、ちょっとやる企画だったんだけども、ちょっとそれがボツってしまったので、急遽アウトオブバウンス企画としてやることになりました。まあね、このね、後輩との本当このライブね、まあ次回ちょっとね、詳しくお話はするんだけども、まあ今日はね、告知ということで、まあ短めに話したいと思います。で、アウトオブバウンズは今年25周年なんですよ。まあそういうこともあってね、まあ今回いい機会だなと思って、25周年ライブということでやらせてもらいます。場所はね、前回と同じ、博楽ブリクストンマーケットになります。それ出るバンドがエンプティーノーション、チキンズ、知念夏樹、キャスパーズと僕たちアウトオフバウンズになります。でね、エンプティーノーションすごいかっこいいバンドで僕大好きなんだけども、実はね、エンプティーノーション、今回のライブと次のライブで、ちょっとね、活動をね、ストップしたらしいんで、まあその前にね、ぜひ皆さん見に来てほしいなと思ってます。しかもね、ボーカルの岩田さんの誕生日がこのね、ライブの次の日っていうこともあるんで、まあ誕生日もね、祝いながらね、皆さん見に来てほしいなと思っています。それでね、チキンズなんですけども、チキンナゲッツと、あと元スイングキッズのメンバーでやっている、まあカバーバンド、カバーバンドというかカバーデュオですね。アコースティックでやってるんだけども、前にもね、僕らのね、アウトオブバウンズ企画で出てもらったんだけども、すごくね、いいバンドというか面白いバンドなんで、ぜひね、皆さん見に来てほしいなと思っています。そして、西満塁のボーカル、知念夏樹のソロになります。知念夏樹ね、昨日ちょうど SNS で上がってたんだけども、まあ、本格的にね、まあ、芸能活動っていうのかな、まあ、アーティストとしてね、あと怪談師としてとか、まあ、いろんなね、お仕事をね、これからいっぱいやっていくみたいなんで、まず、これからの夏樹の活動は、すごくね、注目していきたいなと思っています。そしてザ・ハブノッツ、ピーナッツ、クラッシュ・ポム・ガールドのメンバーで結成されているキャスパーズが出ます。前にね、キャスパーズ企画にアウトバンド出させてもらったんだけど、すごくね、いいバンドというかね、面白いね、カバーをやるバンドなんだけども、これもね、ぜひね、皆さんに見てほしいなと思って、今回、僕らの25周年ライブに出てもらうことになりました。そして僕たちアウトバンドなんですけども、まあ、前回に引き続き、まーちゃんが、サポートドラマとしてやってくれますということでね、僕たちアウトオブバウンズ今回ね、結構気合い入れてやるんで、皆さんぜひ見に来てくださいっていうことです。もう一度ね、詳細言います。来週の日曜日、10月の20日ですね、博楽のブリクストンマーケットオープンが18時からになります。でチケットが2000円プラスワンドリンクオーダーです。そして出演するのがエンプティーノーション、チキンズ、知念夏樹、キャスパーズと、あと僕たちアウトオブバウンズになりますということで、ちょっとね、僕たちの25周年祝いに皆さん来てほしいなと思っていますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは